今日は作業についてご説明させていただきます。まずさ、一画目を右上がりに長めに弾いていきます。二画目を一画目に触れるまでまっすぐ下ろして、そこから鼻を作るようにしてツンと書いていきます。最終画は下に払い抜けるようにして書いていきます。では、通して書いていきます。次は C です。中心線よりも少し左側から書き始めて、まっすぐをイメージして書いていったら、最後は真下へ抜いて書いていきます。縦書きの C はこのように、抜いていくことが多いです。横書きの場合は持ち上げるようにして書いていきます。しっかりと卵が入るような大きさを開けることがポイントになります。通して書いていきます。す、一画目を長く少し伏せ目にして書いていきます。二画目は結びがあります。この円を描くようなところ、丸くならずに、このような三角形を意識して書いていきます。その後、下へ、左側に抜けていくことがポイントですね。通して書いていきます。次は背です。一画目また長く右上がりに書いていきます。かなり長めの方がいいですね。で、二画目は高いところから内側へ行くようにして書いた後、三画目をL 字を書くようなイメージで、しっかり曲がりをつけて書いていきます。二画目の終わりと三画目の曲がりの部分、近づけすぎてしまうと読みづらくなってしまいますので、しっかりと余白を空けることがポイントです。通して書いていきます。次はソです。一画目反り上がるような感じで短く書いていきます。その後外へまっすぐ下ろすようにして下に払い抜けていきます。しっかりここを余白開けるということもポイントになります。では、通して書いていきます。反り。以上が作業の書き方になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ガラスペン、ネットがなく周りに知っている人もいなくて試しに買って書いてみたら、ポキリってなったことがあります。それから怖くて手を出せなくなりました。わー、それはちょっと筆圧が強すぎたんですかね。ポキッ、ちょっと悲しいですね。またいつか買ってみてください。